c'est bien lui qui est là. Bien sûr, c'est ce bateau-là qu'il a acheté. おはようございます。私がラ・ロシェルに来たい来たいと思っていた理由はこの映画なんですが、冒険者たちと言います。古い映画なんですけどね、それでも結構マニアというか好きな人はいるみたいで、アラン・ドロンとリノ・バンチュラとジョアンナ・シムカス、この3人がまあ主人公なんですけどね。あの彼女の方は財宝を見つけた時点でね、死んじゃうんですよ。で残った2人が彼女の願いだったその彼女の生まれた島に行って、でその沖合にあるフォート・ボイヤールっていうこの要塞、ここにね片方はレストランを作ろうとしているんですけど、その最中に悪いやつにまあやられて死んじゃうという。これがね最後がすっごくいいの。このシーンがないんですよ、今これ流してるけど。残念なことにザーッと、そうこのまんまねずーっとカメラが上に行ってね、海の中にポツンとこのねポール、あのフォートボイヤルがぐーっと残った時点でそれで終わるんです。もう本当にもう私は高校生の時これどんだけ見たかっていうぐらい見て見尽くしたんです。あの頃 DVD も何もないからね。というわけで何が何でもここに行くんだと思ったのに、なんということでしょう。昨日ですね、なんか夜メール来てたみたいで、朝見たらね、あのこのツアーは取りやめになりましたよ。どういうこと？天候不順のためって書いてあるんですよ。私なんかにはキャンセルしたらあかんとか言いながら、自分はさっさとってどういうことなんとか思って、もっと早言うてくれたら昨日でも一昨日でも私行けたのにね。いやもうどうしてくれんのと思って、でまたねあの人たち要求がすごくてね、濡れないようにね雨がっぱ持ってこいとかいっぱい書いてたから、雨がっぱも買ったんですよ。まあ今日いるかもしれないわ。で毎日この出ている船があるというのがもう分かっていたので、このおじちゃんに一体どんな動きをするんですかって聞いたんです。で私が申し込んだのは4時間のツアーだから、アイクス島もね上陸してまあ10時間遅れるみたいですけど、これは上陸はせえへんと、ぐるぐると回って2時間ちょっとぐらいで帰ってくんねんっていう話でした。もうそれでいいそれでいいって、とにかくあれが間近に見えるんだったらということで私は申し込んだんですけどね。ふみちゃんはねなあ映画も見てへんしね、全然興味ないから、私ねホテルの隣の水族館行ってるわって言うんですよ。ほんなんもうそうしといてって言って水族館に行かせて、私はあのツアーに参加することにいたしました。まあそうしましたらなんということでしょう、ラインナップしてるんですよ。いやーさっき来た時にもう申し込んどいたらよかったわって、こんなラインナップしてて乗れるんかしらと思いながらね一番後ろに並んだんです。でんなんかねおかしいな、あれさっきのインフォメーションとちょっとちゃうなって、出る時間も30分ほど違うしね。それでね切符売ってる人もねおばちゃんでね、あれさっきのおじちゃんじゃないな、あそうか間違えた、私のとこは向こう側なんや。これね2つあるんですよ、出発する船30分違いぐらいでね、片方の方がちょっとだけ船小さいので、私はさっきおじさんに話を聞いたそっちの方に急ぎまして、でそこの船にお金を払いました。安かったよ、2時間ちょっとやからね、何やったかな25ユーロとかなんかそんなもんでしたかね。であのいろんな国の言葉にも対応してるというので喜んで乗りました。まあしかし風はきついきつい、見てください、わかります、ものすごい風そして雨。あやっと船は出ていきます。このラ・ロシェルって14世紀ぐらいから17世紀ぐらいまでフランス屈指の重要な港やったんだそうですよ。なんかお塩とかね、あ木の板のレっていう島もお塩作ってましたけど、それからあのボルドーあたりで取れるワイン作られるやつ、この塩とかワインをね出荷するそういう港やったんだそうです。それでねあのサミュエル・ド・シャンプランっていう人がいるんですけど、これはあのカナダのケベックとかモントリオールとかね
この辺りをずっと抜けた人なんですけど、この人もラロシルの近くで生まれてて、で実際この港からで出港していったんやろうと言われてるんですね。でサミュエル・ド・シャンプランって、これまたアンリ4世なんですけど、アンリ4世がねカナダ遠征隊っていうのを作って、でその中に入って、まあ、加わってたんですって。で1603年にそのケベックとかモントリオールとかそこを見つけて、しかもそこに住めるようにというんですかね、ニューフランス、ニューベルフランスっていうその基礎を作ったんですって。私ね、うかつにも1回ぐらいの航海か2回ぐらいかなと思ってたら違うんですよ。彼は全生涯ほとんどね20年以上にわたって20回の大西洋を渡ってたんですって。いや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 、大西洋って渡りやすいんか、うん、まあ太平洋に比べたら近いかな、そういう意味では分からへんけどね、すごい。でまたここヨットむっちゃすごいの、これね欧州最大と呼ばれてるらしいですよ。なんか4800超え のヨットの数なんですって。私こんなすごいマスト見たの初めてかもしれへんと思うぐらいで、こんな寒いのにねようやるなと思いますわ。偉いわこの人ら、好きやねやろね。そうでもね、上寒いから中に入りました、もうしゃあない。だってものすっごい寒いんですもん。だってサンジャンドリュズっていう町にいたでしょ、あの時にね結構セールとかしてたので、あそこでねごっつい本当のレインコート、それを買いました。だからそれをまたコートの上から着ててやっとです。でもらったね多国籍の言葉に対応してるよっていうのはこういうもんやったんですよ。単純にこれをね QR コードピッと読み込んだらこれが一個ずつ出てくるって、フランス語はバーって喋りはるんですけど、私らこれを読みなはれということなんですね。で沖合に出てきて大体1時間ぐらいかな、そうしたらはいはいお待ちかねでございました、出てきた出てきた、この要塞、これが見たかったんですよ。ね、50年前に来た時ね、船に乗ってアイクストかな、多分そこまでは渡ったんです。だけどこれはね遠くの方に見えるっていう感じ、シューッとその島に行って、で2時間ぐらいそこで私はぼんやりしてて、また帰りのフェリーに乗って帰ってくるっていうのを1回やったんですね。でもその時も夏やからあったわけで、秋とか冬にはそんなの頻繁に出てないよ。でこれ何のために作ったかというと、ナポレオン の命令で作ったんですって。ナポレオンがね対イギリス海軍ね、あれが攻めてきた時用にって言ってね、ここにこれを作ったんですけど、実際には完成する頃にはねもっと遠くの方までベーンって撃てるような大砲とかができてたので、無用の長物になっちゃったから、まあほったらかしにされたんですね。でその後転々としたらしいんですけど、一番新しい情報で言うとテレビ局がこれを買い取ったそうです。それで自分とこのテレビ番組をねこれで作ってたから、この右側にごっつい足場作ってるじゃないですか。昔こんなんなかったんですけどね、そのテレビ局が作ったんでしょうね。で風雲竹市場って昔あったんですけど、要するにみんなでこうねなんか到達するまで走ったり飛んだりっていう、ああいうのをやるテレビ番組をやってたおかげで、逆にこれがロケの場所ということで人気が出たんですって。それでこんな毎日でも船出したらフランス人が喜んで乗ってくるということになったんだそうですよ。あらま。ただしね、中には入れないんです、テレビ局の持ち物だから。でもなんとなく私が来た50年前に比べるとだいぶ風化してるっていうか劣化してるのかなという感じはしないでもないですね。あの時なんかね、今みたいにインターネットも何にもないから、私真っ暗な映画館の中でジョアンナ・シムカスがねアイクストって言ったのメモにアイクスって書いてね、でその沖合に要塞があってとか、その要塞はどこにあんねんということで世界地図、それもそんな今みたいにビューって広げたりできへんから、なんか本屋さんに行ったり図書館行ったり世界地図見るけど、そんな細かいこと出てないもん。でこれの名前はとうとう分からなかったんですよ。ところがね、フランスのパリに
パリにあるほとんどのそういう施設を何分の1かで縮小したそういう、まあ、ちっちゃな、なんていうの、アトラクションがあるんですよね。なんやろ、ヘリテージなんとかかな、うん、でそれの広告を見たんです、何かの時に。それもブロシャーで、でそのパンフレットの中にその名前が書いてて、あ、そういう名前なんやわと思って、まあそれに到達するまで何年も何年もかかったんですけど、そうなんですよ、昔は何でも不自由やったわ。今なんかネットでピッと調べたら何でも出てきますもんね、むちゃむちゃ楽。いやー、今の時代の人らはでもこれが当たり前やから、逆に昔のこと知らないからどうなんやろ。私なんかそういう時代を経て今に来たからね、逆にそれもいいのかなと思いますけどね。これがアイクス島です。これもね、今回のこの船は上陸しない、周りをぐるっと回って帰りますって、まあその通りでした。前は確か私ね、上陸したんですよ。で遠くの方に見てね、あれやな、あれがあの要塞やなっていうので帰ったんです。その後一回妹とここ来たことあると思いますけどね。何かというと、フランスに行くとラロシェル引っ掛けて旅行しようとかちょっと目論んでた時期があって、うん、だけどやっぱり船は出てなかった。テレビ局のおかげだと思います、私は。まあでもそれだけラロシェルに入れ込んだおかげでね、なんかいろいろ調べてたら面白いことが出ましたわ。以前はね、ラロシェルって書いたらね、あのフレンチのシェフである酒井博之さん、あの人が経営してるレストランの名前がラロシェルって言うんですよ。だからそこが一番に出てきたりしたんですけど、でなんでこの人名前つけたんかなと思ったら、やっぱりフランス旅行中にここを訪れて、それで自分のレストランにしたらしいです。あ、向こうに赤い変な灯台が見える。あれリシュリューって書いてあるんですよ。見えますか？うん。結局この町ね、いっぱいひどい目に遭ってるんですよね。その最大のものが、あのナントの勅令というのを、あのアンリ4世が出して、ユグノの人たちの信仰の自由というのを認めてたわけですよ。ところがあの方が亡くなってしまうとね、その後今度はカソリック一辺倒になってしまって、で、とうとう最後にはここ1627年かな、あのリシュリュー軍がで、ね、包囲して海上で、あれがねその場所なんですって。忘れないでおこうという意味なのかな、何の意味で置いてるのかよくわからないのですけどね。でなんでそんなんしたかというと、要するにあのユグノってプロテスタントなのでね、イギリス軍が助けに来ると、でそれをさせないために包囲したんですって。で10ヶ月ぐらい包囲されて、結局ラロシェルは孤立無援になってしまい、当時ね2万何千人ぐらい人口があったのに5000人にまで減ってしまったそうです。あ、それはそれはひどかったみたいですよ。カトリックっていうのは善行を積んだら救われるね、良い行い、何ですか良い行いって、ボランティア、施し、巡礼、これもあるわ、それから寄付、そうだから死ぬ時にガッと寄付したらあんた天国行けるでいうようなもんでしょ。であんまり働くことは推奨せず、逆にお金を貯めたりすることには罪悪感すらあると言うんですね。で長いこと聖書の自分の国にこう訳する、自分の国の言葉で訳するっていうのは認めてなかったから、日曜日に行くと神父さんが教えを説くと、要するに聖書を解釈するのは聖職者の仕事であると、あんたら一般人は分からんでええねんで、難しいねんからということですかね。でこれに対してプロテスタント、まあルターがね書きましたけれども、ちょうどその時に50年ほど前、まあ印刷技術もグーテンベルグが作ってたので本になってバッと出るようになったわけですよね。そしたらプロテスタントは信仰によって救われるんだから、この絵ねはっきりしててね、聖母マリアっていうのは入ってないんですよ、信仰の対象には。神さんだけ。うん、なるほど。で労働こそ神から与えられた使命であると、だから働いてお金を貯めることはいいことなんだよと後押ししてくれてるんですよね。だからあの職人さんとか商売人屋さん、こんな人たちはみんな、まあプロテスタントの方がね居心地いいじゃないですか、だからそっちに入ってたわけですよ。
でもアンリ4世が暗殺されて、でその息子、これがルイ13世、お母さんはマリード・メディティスですよ、メディチ家のマリ、こんなイタリアのバキバキのカトリックでしょ。それでまあリシュリューがですね、まあ最初だったからこのユグノーの弾圧に乗り出すわけですね。でラルシェルはもうその最後の砦やったんです。でここが落とされてしまったから、あのユグノーの信者もすごい減少してって、そのフランスの国内でもそれほどの数はなかったんですよ。だからもうそれで良かったのにね、その後このルイ14世がねユグノーを禁止するんです。ナントの勅令は廃止ってもうすごいはっきりしてるので、子供にはねカソリックの洗礼を強制して、まあそれぐらいはいいかも。でもあのプロテスタントの家の財産は全て没収、男はねガレー製の奴隷にされ、女は回収するまで鞭打ちの刑ですって。えげつないでしょ。でおまけにね、あの逃げることもあかんの、亡命も許されなかった。しかしそれまでに結構みんなね数十万人が密かに逃げてたんですって、この国を出て行ってた。でどこ行ったかというと、まず一番がイギリスね。だってここプロテスタントですやん、ヘンリー8世が、まあ、離婚したいばっかりにやったような、そんな宗教やけど、とりあえずはね。でイギリスに逃げ、あとオランダに逃げ、プロイセンに逃げ、スイスに逃げると。それぞれの国でね商業すごい発達するんですよ、産業も。スイスなんかはこの今も残ってる時計産業、このユグノーたちの手によるものやと言われてるんですよ。すごい。プロイセンだってね、ドイツとして今の名前を残してるのはこの時の経済発展があるせいなんだそうです。かたやフランスはどうか、農業国になってますやん、完全に。そう、主だった人たちみんな逃げちゃったんですよ。さてボートが港に戻ってきたので大急ぎでホテルに戻りました。でホテルのねロビーでふみちゃん待っててくれたので、そこで荷物受け取ってさあ駅に行きます。これからですねボルドーまで行かなきゃいけないんですね。まあラロシェルともこれでお別れ、やっとのことであの要塞も見れたので、でもまた来るかも分かりませんけどね、よかったわ。でもう一つラロシェルがえらい目に遭ってるんですよって言ったそのもう一つですけどね、実は第二次世界大戦の時ねドイツ軍の海軍基地にここなってて、で本当に戦争が最後の方になってからドイツ占領から解放されたフランスで一番最後の都市なんだそうです。長いことドイツの占領下にあったということですね。でその海軍基地とかいうのを考えてみると、もともとはね大古い話ですよ、あのアキテーヌのアリエノール、アリエノールダキテーヌってね女傑がいたでしょ、あのイギリスのウィリアム2世と結婚して王妃になったという リチャード四世神王のお母さんですよ。あの人の時代ね、彼女がラロシェルにテンプル騎士団の海上艦隊を配置するその基地になるのを許可してたんですって。へえ古い話やな。だからねやっぱりこのアキテーヌのこの辺ってイギリスと縁があるというかそういうことなんでしょうね。でまあこれがきっかけでアンリ4世またまたいろいろ調べることになっちゃったんですけど、あの人調べれば調べるほど面白い。なんかね56人の愛人がいて、女たらしとかスケベジジイとかいうあだ名つけられてたみたいですけど、それも愛されればこそのニックネームだったみたいですけどね。この人の夢というのがすごいんですよ。永久に平和を保とうというそういう国際連合みたいなのをね、連盟かあの頃に考えてたんですって。要するにハプスブルグ家がねなんかあのちっちゃな国とかをそんなのがあともう戦争で取ろうとしてたから、あのこっちはみんなで固まって対そこに、まあ、対抗するというか、でそれね半ば実ってたらしいですよ。もうその新旧宗教のその差別もなく、各国がお互いの領土の主権を主張してみんなで力を合わせて大きな力に立ち向かおうということやったらしいんですけど、で国際裁判所とかね国際軍っていうのを持ってっていうことやったんですけど、それがまあ暗殺されちゃったのでね、
それっきりになったらしいですわ。残念。ここに乗ってくるあの列車ね、今ピャーと座席にしてましたけど面白いんですよ。あのね、お席の横に荷物置きがあるんです。ちゃんと一個ずつ、すっごい使いやすい。一等車だったかな。そんなにね高くないからね、そういう時に私一等車取るんですけど、今回はもう席は間違いません。あ、そんなこと言ってたらまたね別のことが出てきちゃったわ。あのサンドニ農大聖堂ってね、あの歴代の王様のその遺体が安置されてるとこですけど、フランス革命の時にね歴代の王の棺がまあこじ開けられて、で民衆の前でその遺体の首がガンガンって切り落とされたんですって。でその後また埋められたらしいんですけどね、その時にアンリ4世の頭の頭部だけが行方不明になってた。でこれがねくるくる点々として、古物商の人の手とかにいろいろ渡りつつですね、2010年に発見されて、でいろんなところにまあピアスの跡があったり傷があったり、まあ、ミイラ化してたんですけどね。でこれはあの法医学チームがね、あの間違いないということでサンドニにもう一回埋葬されたんだそうです。ところがなんか子孫がね反論してるそうです。 DNA が違うとかいう、これね分かれへん、その子孫の人の DNA がどっかですり替わってるかも分かれへんしね。ということで、あのとりあえずはあの無事にサンドニに埋葬されているということに私は気分的にはしております。ちなみにふみちゃんが行ったですねアクアリアム水族館、あれは国際的に有名な海洋建築家ジャック・ルージュっていう人が設計したんだそうで、マリーナに隣接してるから海中散歩を楽しみながら大西洋の魚介に遭遇できるんだそうです。ふみちゃんからそんな言葉一言も聞きませんでした。うん、なかなか良かったよってこの一言で終わってましたが、後で調べたらこんなことが書いてあります。さあ今日のホテルも駅前のメルクールです。右手前方にあるのがあるよ、もう渡ったらすぐにあるんですよメルキュール。でね、あんまり印象良くなかったからもうこれやんのかなと思ったんですけど、もう入れてるしなということでここにしました。まあ、そしてやっぱあかんかったわ。何があかんかったかって、これはひどい。私らねフロントに入ったんですよ。そしたら結構時間遅かったので、晩ご飯食べやなあかんしね、出ていかなあかんでしょ。そしたらそのフロントのお兄さんがね、あのドアは9時に閉まりますって言うんですよ。えっ、このドアがね、で9時に閉まりますのでね、中に入りたかったらねそこに電話番号書いてあるから、外にそこへ電話せえ言うんですよ。えっ、で私のはね確かに電話はできるけど、オーストリアの番号になってるけど、そんなんかけるん、そんな番号ほんま開けてくれるんかとか思ってね、怖い怖いって言って横にあのガラスドアがあって、そこからねレストランに直結してたんです、ホテルの。でそこでこれ晩ご飯食べたんですよ。そんなね星一つとかっていうわけでもないのに、なんでそんなに人件費削んねんとか思ったけど、まあ、フランスあるあるやなとか思った。だってこのメルキュール、イビスより上のはずなのに、まあイビスもそうですけどね、あの自分が一歩そのフロアにパッと足入れへん限り電気つけへんのですからね。まあ昔もそうやったけど、もうそこまでケチるというぐらい人件費もケチってんのかなとか思ったんです。ところがそうではなかった、人はいるんですよちゃんと。そらせやろ。だから9時になったら閉まるけど、その横に押しベルがあってピュッと押したらチリリンって言って中で開けてくれるっていうのがその次の日に分かったんですけどね。じゃあもうこの兄ちゃんは信じられへんということで、あさってはね朝ものすごい早い出発なんでタクシー呼ばなあかんのですけど、こんないい加減なやつに頼んだら絶対あかんわということで、今日は頼まずに寝ることにいたしました。結構私らねフランス人疑ってかかってますよ。